プロ野球セリーグ順位表。首位巨人マジックさん、巨人が普通に優勝しそうや。巨人マジックさんなら後に勝でほとんど決まりやろ。巨人は残ってるチーム全部勝ち越してるチームだし大負けはないな。 M4 と3ではだいぶ感覚が違うな。明後日でも巨人優勝やろう。優勝決まる試合が松田の広島戦なのは草。試合は山崎が降りた以降ノーノー系統やった。日和は船を降りるとして横川赤星でやっていけばいいな。横川ほんとよくやった。横川最高や。坂本のホームランが効いたな。守備もすごく良かったし今日は文句なしだよ坂本。お声はスタメンでも輝けることが分かったの大きい。やっぱり正捕手は岸田じゃの。次の先発は井上 vs 梅津。井上十分躍進の年だけど今日も勝ったら中心選手になるな。梅津打てるかは別やが井上はやってくれるだろう。2阪神ゲーム差に。阪神は連覇が厳しなった。阪神は巨人が勝って終戦なのかな。阪神はとりあえず最低でも3勝2敗以上が必要になったな。勝っても勝っても差が縮まらん。直接で負けるのが悪いよ。同胞、ここから阪神5連勝巨人4連敗で阪神連覇。なんだ全勝すれば優勝じゃん余裕やろ。次の先発は大竹 vs 大瀬良。ズムスタム杯の大竹さんが長いイニング投げる展開を祈るわ。大竹は先週10勝してホッとして気が抜けてないか心配。3横浜ゲーム差5。横浜は優勝消滅か。横浜は勝つときは僅差負けるときは大敗ってやつですか。 DeNA 抜くところは抜く強豪の野球やん。広島がヤバすぎて横浜は5割キープしていれば CS 行けそうな模様。負けても負けても横浜との差が広がらんぞ。正直横浜もチーム状態いいとは言えん。 DeNA めっちゃ負けてるって感じなのに広島のペースがヤバすぎて助かってる。 T は9月はほぼ5割よ。現地見どころはゲイブチギレだったわ。 K は今年までで来年は茶回した方がいいかもな。横浜は打線いいけど守備エラーがね。横浜最近守備良かった日あったのに。オースティンはオーセリーグ1位やからそれで稼いでる。オースティンが打たなきゃ接戦にもならないな。4位広島ゲーム差 1.5。 広島あんだけ貯金あったのにとうとう借金してる。カープのこのやられ方は来年にも響きそうで不安。カープすごい失速ぶりだな。大失速にも程があるよ。大失速した上でしかも目の前で胴上げ見る羽目になりそうなのが草。広島に取り付いてるキングボンビーいつまで居座る。クリーンアップの本塁打の合計が5本って飛ばないボール様々だったんだな。広島は勝負に負けたんじゃない、飛ぶボールに負けたんだ。まだわからんよ。 A クラスのためには阪神に横浜を破ってもらわないとな。カープ打線13安打の猛攻。カープ4点も取れたのかよくやったよ。松田のヤクルトなら勝てたはずなのに。トコタは8月末まで最多勝も狙えるかと思ったけどね。トコタは今年戦力になっとるがなトータル。次の先発は大瀬良 vs 大竹。大瀬良とか関係なく今日も明日も明後日も勝てる気しない。連敗を止めるのがエース。大瀬良に期待しろ。追い中日ゲーム差 6.5。 ジュニドバにずっともが近づいてる。ヤクルト好調で再開見えてきてるやん。中日、中日は立浪ブーストが3連休で止まったかどうかやな。現実的に逆転あるのは再開争いだけか。ジュニドラの再開をひょっとしてまだ期待してもいいんだろうか。高橋一人で中日再開免れる可能性はある。高橋宏斗は巨人戦回避して広島戦に回ったか。まあそりゃそうよな。中と岡の高橋宏斗ぶつけられるとか広島が何したってんだよ。中日立浪監督はカープの攻略法を知っている。巨人の優勝はジュニドラが鍵やね。次の先発は梅津 VS 井上。巨人勢いあるし梅津ではボッコボコかもしれんな。梅津は自滅しそうならさっさと交代して継投だろな。6位ヤクルトゲーム差1。シングルにヤクルトが強いです。エースが投げ4番が打ち抑えが締める理想の勝ち方じゃないかヤクルト。ヤクルト来年はこの王道パターン増えてほしい。高津監督は消化試合やってのに5位になりたくて新人使わんやわ。ヤクルト来年以降に経験させとかなあかんわ。勝ていっぱいおるのにな。6点差ついた直後の2失点は明らかに吉村抜いて投げ始めた感があった。吉村は9勝目か。吉村は今月4勝で月間 MVPR だろ。ヤクルト3松田の呪いは解けたかな。今頃松田で勝ち出しても半年遅いんだよな。ヤクルトは松田2年間負け続けの揺り戻しするかどうかやな。ヤクルトは広島とまだ3試合も残ってるからここから全勝してほしいな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしています。
ので、チャンネル登録をよろしくお願いします。